から誰が保証をするわけでもありません。で、出荷できなかったものは直接農協とかあるいは個人で、当然と交渉をするわけです。これがですね、一向に進まない。もう去年からずっとそうですけれども、絶えず出荷自粛なんです。出荷禁止と決して言わないんですね。もうとんでもない被害が農家には及んでいると思います。それからもう一つは、皆さんがご存知かもしれませんけれども、新潟の柏崎原発の差し止めの訴訟、これに、福島から避難した方百数十人も参加をして、公判が始まったわけですけれども、この中で、東電がですね、主張しているのは、県外に放射能を下げるために避難した人たちの保障や、この精神的な苦痛をどういうふうに保障するのかという後半の中での質問に対して、当然の答えは一言だけです。知らないということだけです。それしか答えません。こういうですね、全く反省をしない、懲りもしない、そしてまた原発をもう一回動かそうとしている、もう呆れて開いた口が塞がりません。こういう保守系の福島民報という新聞にこういうのが載っているぐらいですから、福島県の人たちはこういうふうな話を聞いて、ニュースを見て、本当に行き場のない怒りを持っていると思います。ところが全国紙では取り上げません。もう忘れ去ってしまったというか、福島はもう日本国ではない、別の国のような状態になっていると思います。それではスプレッコールを上げたいと思います。福島の被害を保証しろ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 。念入らずに保証しろ。県外避難者にも保証を行え。県外避難者にも保証を行え。農産物の保証を行え。農産物の保証を行え。茨城にも土地にも保証しろ。茨城にも土地にも保証しろ。最終処分場なんかできないぞ。最終処分場なんかできないぞ。中間処分場もできないぞ。中間処分場